みなさんこんにちは。大家好、我是妹妹。この度教えて台湾の新しいメンバーとして参加させていただくことになりました、メミです。これから新メンバーとして台湾のことをどんどん発信したいと思いますので、よろしくお願いいたします。では先に自己紹介させていただきたいと思います。私は台湾の基隆出身です。基隆は有名なものが多くて、基隆廟口夜市と九府に近いです。最も有名なのは雨が非常に多いです。基隆は世界有数の雨非常に多い場所で、雨の都と雨の港の意象があります。特に北東季節風が吹く10月と4月にかけて、毎月約21日間以上がいつも雨が降っているんです。ひどい時は2ヶ月以上も雨降った時があります。道は常にボロボロで、何回補修しても同じことが繰り返してますね。女性が一番嫌な肌荒れやニキビとかを気をつけないといけないですね。まあ、とにかく天気予報を見ても無駄なので、市民たちは常に折りたたみの傘をバッグの中に入れて常に持っています。いきなり雨降るのは当たり前なので、台湾旅行はもしついでに基隆もしくは九府に行くときには、ぜひ折りたたみの傘を準備してください。そして日本の歴史と旅行と料理作ることが好きです。日本の歴史については、私が日本語を覚え始めたきっかけです。小さい頃、両親は日本のドラマをよく見てました。例えば神様お願いしますと、魔女の条件 GTO、 特に母は金城武の大ファンです。父は世界史が好きで、よく一緒に歴史に関するドラマを見てました。特に篤姫、新選組という大河ドラマを見て、日本の歴史を大好きになりました。まあ、いわゆる私は歴史上です。始めた頃ですね、頭が悪かった私が五十音を覚えるために1年以上かかりましたね。日本の旅行でしたら、行ったことがある場所は東京、横浜、金沢、京都、大阪、山口、九州、制覇ですね。特に大分と鹿児島に住んだことがありますので、第二故郷でも言えるでしょう。料理でしたら、生活では自炊が多くて、毎日料理を作ることです。一番得意のは、唐揚げと麻婆豆腐と、チンジャオロース、ほぼ炒め物料理が得意です。あ、もしよかったら、いつか台湾唐揚げのレシピを紹介させていただきますね。その他でしたら、日本で一番好きなタレントさんは坂上忍です。なぜ坂上さんが好きだと言いますと、坂上動物王国という番組です。もともと持っていたバイキングという番組を終了させ、費やしていた時間を動物と向き合う時間に満たしたい、金銭は気にせずに全て動物に支えるところが、本当に坂上さんのことを尊敬してます。以上が私の自己紹介です。これからですね、野球のルールさえ知らない私は、台湾の野球について教えたいです。
湾の野球文化は1895年に日本統治時代で日本人によって台湾に持ち込まれるようになりました。台北が台湾の経済の中心で台湾協会は盛り上がるようになりましたという説があります。統治時代には、台湾地区も甲子園に参加することが可能です。特に1931年、今より、93年前ですね、台湾の小着チームを起こした季節の実話があります。初出場した夏季の森、現在の夏季大学は準優勝の実績を残しました。夏季は地図の方で見てください。これからは、夏季農林をカノを言い返します。なぜ私はこの歴史を知ってるかっていうと、10年前ですね、カノンっていう映画を上演する前に、93年前の甲子園で準優勝したカノンの野球部たちが、凱旋バレーボートを再建し盛り上げるように映画の関係者や地元の市民たちが陰で再建した、イベントが行いました。当時が私が、日本のメディアの通訳担当として参加しました。その参加する前にもちろんカノンの歴史を全て覚えないといけないです。で、凱旋パレードでは出演した、永瀬正敏さんと高井真希さんも見ました。すごくかっこいいし綺麗ですね。ただし係員として私はサインはもらえませんでした。かの野球部は試合で一度も勝ったこともない、日本人、台湾人、原住民が構成された三民族混戦チームです。いわゆるカクテルチーム。多民族混戦チームは、甲子園に出場したこと自体が異例です。当時の時代はもちろん結構差別が多かったようです。当時カノン野球部の監督に就任したポント先生は、野球は民族など関係はない、日本人守備に長けている、肝心は打撃が強い、万人は足が速い、これこそ良い台湾の姿だを語りました。試合で一度も勝ったことのない、三民族混戦チームを連れ甲子園を参加し勝ちました。台湾と日本の絆はどんだけ深いか、この歴史を見てすぐ分かります。野球のルールが分からなくても楽しめる映画です。この映画は台湾製映画になりますので、日本語が主に使っています。作品の中に結構日本人が出演しています。この映画も大阪アジアン映画祭で観客賞を受賞しました。ぜひ皆様は時間があればこの映画を見てください。本当に感動はたくさんあります。胸がいっぱいになると思います。以上私の紹介でした。またよろしくお願いします。下次见咯、バイバイ。